はい。大人の方が1名で、はい。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい。え？手を挙げろ。それは、え？僕がですか？手を挙げろ。僕が。え？僕がですよね。手を挙げろ。両手？金を出せは僕に？え、僕が出せっていうことですか？え、手を挙げろ、金を出せ、僕が。強盗の方ですか？強盗の方。強盗の方だから、手を挙げて金を出せと僕に。ああ、強盗の方。だるいっすね。強盗の方。だるいな。だるいな。え、強盗の方が手を挙げろ、金を出せ。あ、すごいだるいな。あの、すいません。ここ、現代美術館ですよ。あんまお金ないんすよ。だるいな。金を出せと言われても、うちはね、入場料500円で1日数名しか来ないので、いいっすけど、あんまないっすよ。金を出せって本気言ってますか？え、なんでうちに来たんすか？市街地の、そういう銀行であるとかデパートであるとかに行ってみては、こういう森の中にあるタイプの現代美術館って日本で一番金ないんすよ。マジでお金ないんすよ。なんでうち来たんすか？あれかな、その外のこの外観の立派さとかで騙された感じかな。うちはバブルの頃に作られたのが残ってるだけで、お金は今あるわけじゃないんですよ。外側は立派だけど、見てください。壁とかところどころ老朽化していて、しかもこういうタイプの お金ない美術館っていうんですかね、そういうところはだいたい階段がめちゃくちゃ汚いんですよ。そういうところで判断するんですよ。うち全然お金ないんですよ。まず下見をしてみては、うちいつ来てもにぎわってないので、お金ないなんてすぐ分かると思うんですよ。マジか。え、確かにね、美術館ってなんかお金ありそうなイメージあるかもしれませんけど、結構こうお金があるのは、市街地の文教地区にある西洋なんとか美術館とか近代なんとか美術館みたいなシックなタイプの美術館なんですよ。うちみたいな森の中のアバンギャルド系の美術館ってマジでお金ないんですよ。だからすいません、お引き取りください。僕に？だったら金目のものを出せ。あるわけなくないですか？森の中の現代美術館に金目のものあるわけないじゃないですか。いや、わかります。もちろん美術品の中には確かに高値で取引されるものもあるんですけど、うちそういうんじゃないんですよ。そういう高価な買取がどうだとか、こう裏ルートで回ってみたいなのがあるのは、その市街地の文教地区にある西洋なんとか美術館とか近代なんとか美術館みたいなシックなタイプの美術館で、うちみたいな森の中のアバンギャルドな美術館にあるものって持ち出したらあんまり意味ないっつうか、文脈ありきというか、ここにあることで初めて価値があるというか、ここにないと美術ですらないというか、なんていうか、うち今やってる展示、大展示室でやってるのが、路上アートパフォーマーの日高さんっていう方のガラクタガラクタ47っていう、そういう展示なんですよ。47都道府県練り歩いて、いろんな市町村で道端に落ちてるゴミを集めてきましたって、それを地図通りに並べました展示なんですよ。持ち出してなんかなりますかね。全部マジでゴミなんですよ。マジのゴミなんですよ。で、しかもそれがですね、47都道府県の、人口であるとか経済規模であるとかに応じて拾うゴミのサイズが変わってるんですね。ですから、日本地図通りに並べたとは申し上げましても、そのところどころ歪みがあるんです。東京とか大阪みたいな都市圏は割とこう大きいゴミが拾ってあって、田舎はちっちゃいゴミが拾ってあって、それはこう日本の中のそういう経済の歪みとかも表してるみたいな、そういう、そうなんですよ。面白くはあるんですよ。うちがやってる展示って価値はないけれど面白くはあるんですよ。
ご覧になっていきます。金を出せ。